吉田さん、トヨタイズムですか。じゃあちょっと日産自動車でいきましょうか。まあ、昔ね、こういうキャッチコピーがあったんですよ。それはですね、変わらなきゃも変わらなきゃってやつです。一見するとどういう意味だっていうふうに感じますけども、変わる変わるっていう概念をまず変えないとどうにもならんよってことなんですよ。まあ、ですので確かにね、何かを行動すればちょっとは変わるんですよね。でもちょっと変わっても変わってない部分が大半だったら全体的に変わってないということになってしまうんですよ。でも自分的には変えたはずだ、やったはずだっていうふうになっちゃうんですよね。まあ、そうではないと、他者に影響を及ぼすほどに変わっていかないと、それは変わったってことにはならないんですよね、きっと。だから確かに全くやってないわけじゃないけども、その人生や環境に影響を及ぼすほどにはやってないよねっていうことなんですよね。どういうことかっていうとね、自分の人生を振り返ってしまうと、また特殊な例になってしまうかもしれませんけども、まあ、麻雀店でいいですよ。麻雀店をやっててね、試行錯誤していろんな経営方針を変えたりとか、人を変えてみたりとか、スタイルを変えてみたりとか、料金変えてみたりとか、サービスを変えてみたりとか、さまざま変えたんだけども、そのレベルでは変わったとは言わないってことですよね。というのが、外から見たら単なる麻雀屋だからですよ。で、麻雀屋の久保哲郎なんですよね。麻雀屋の人なんですよ。全然変わらないんですよ。だから、その麻雀そのものからお別れをして、それだけではなくて、あの環境も全て捨てて、ずっと一緒にいた人も全部変えていくみたいなね。この根本的に変えるから変わるんじゃないかなと思ったんですよ。さすがに、まあ今の私の人生を、この環境を見てね、まあ麻雀店の延長だよねっていう人は多分誰もいないと思うんですよね。むしろ、どう繋がってんだよって思うと思うんですよ。まあこれをね、不連続への挑戦っていうふうに私は思ってるんですよ。不連続ね。だから全く別の人が別の人生を歩んでるかのように、同じ人が環境を変え、仕事を変え、住まいを変え、人付き合いを変えていくってことですかね。オーバーに言ったら食べ物るものすら違いますからね。それから、なんていうの？まあこれはね、多分そうだろうなと思うんですけども、あの頃に使っていたものが全てなくなって、今目の前にあるものは、この5年で全て手に入れたものなんですよね。そのぐらい変わったってことなんですよ。この T シャツだってね、そうですしね。なんだったら何ですかね、美容院から床屋になりましたしね。髪の色も、ちょっとね、薄茶色からね、真っ黒というね、そんな感じだったりとか。まあ、変わったよね、みたいな感じですよね。だから、変わる変わるって言いますけども、その、変わるレベルを変えないと、変わったことにはならないのかなと思うんですよ。まあ、まさにね、住まいを変えるって言っても、ちょっと引っ越しするぐらいじゃなくって、もう以前の環境はなかなかこういけないぐらいね。先日その広島市内でまたね、講演会、まあ、いわゆるセミナーみたいなのを会場借りてやったんですけども、行くのはすごくね、もう負担でしたよね。なんか2時間以上かけて行って、で一席ぶって、でまたあっという間に帰ってきてみたいな感じですけど、それこそ何もかも違うんで、以前はちょっと歩いて5分であらゆる会場に着いたんですよ。今はそんなのないですからね。まあそのぐらい変えていかないと人生は変わらないのかなってところです。もう本当に何もかも失ったぐらいのものですよね。失うというか、もう意図してこう切り離してきたって感じですか。なんか全然引きずらないっていうかね、もうまさにもう全てを絶ってくるみたいな感じじゃないですか。でもやっぱね、当時このまま人生を歩んでいたらこうなるだろうなってものは、もう全部、何もかも残ってないんですよ、今はね。だから本当に変わったんじゃないかなと思います。当時、その30代とかで10年後を想像してたものの、予想は全部何もかも外れてますね、だから。だから予想できるような未来に自分がその未来軸に行ってないってことが変わったってことなんじゃないかなと思いますよね。ということで、いってらっしゃい。